なんか中国メディアが意味がわからないような報道をしてるみたい。どうも中国メディア曰く、日本は弱い者いじめをする国で、韓国をいじめてばかりと報じてるみたい。ちょっと何言ってるかわかんないよね。では、報道内容を見てみるね。中国メディアはこのほど、日本は韓国をいじめていると主張し、その理由を分析する記事を掲載。記事は、国際社会の理想は助け合いだが、現実は弱肉強食で、日本はその典型的な例であると主張。日本は実力主義の国で弱い者を叩くのが常だとし、かつては中国やロシアも痛い思いをしたことがあり、今は韓国が攻撃の対象になっているとしている。一つ目は経済、二つ目は軍事面、三つ目は科学技術。記事は結論として、日本の国土、人口、実力はいずれも韓国を上回っており、韓国は日本に対した反撃ができないのをいいことに、韓国をいじめてばかりと主張。結局は実力がものを言うと主張しつつ、日本は典型的な弱い者いじめの国だと締めくくっている。ほんと尻滅裂だよね。日本が韓国をいじめてる？そんなわけないでしょ。だって日本は、毎回繰り返してくる韓国のありえない暴挙に対し、ただただ冷静に対応してるだけ。韓国が間違った主張を毎回毎回やってくるから、日本は粛々と大人の対応してるだけだからね。国の大きさや人口なんて関係ない。間違ったものは正す。その姿勢を貫いてるだけの話だよ。っていうか思うんだけど、韓国が日本に対し毎回嫌がらせをやってきてるんだから、韓国が日本をいじめてるようなものでしょ。逆だよ、逆。それにいじめなんて言葉、中国にだけは言われたくないよね。だって中国は、今現在ウイグルやチベットに対し何をやってる？いじめを通り越したようなことやってるでしょ。そんな中国が、日本は韓国をいじめている。弱い者いじめをしているなんて言う資格ないから。みんなもそう思うでしょ。ほんとこんな意味不明な記事を書かないでほしいよね。心底呆れるよ。